どうも、こんにちは。さあ、今日もですね、新しいスパイクが届きましたんで、早速開封動画していきたいと思います。今回もですね、ギャラリー2、渋谷店さんにお世話になってます。本当いつもありがとうございます。今回ですね、届いたのは、アシックスから出ました。そう、あの話題の軽量スパイク。私も今、着用してるんですけども、それのですね、限定カラー、新色、これもですね、届きましたんで、早速開封していきたいと思います。いつも通りね、このアシックスの箱で届きました。 DS Lite X-Fly Pro LE はね、リミテッドエディションの略ですね。いつもの27センチ届きました。ありがとうございます。ちょっとこれ開けていきたいと思います。いきまーす。ザ開封でで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 ーん、よし、めしゅー、いや、届きました。いい、いや、めっちゃいい色ですね、これ。いや、すごいいい色。いやー、これね、黄色系ね、私結構相性いいんですよ。うわー、届きましたよ。これ日本代表に選ばれてるね、ヴィッセル神戸所属の古橋選手が着用しているカラーと一緒ですけどね。これね、フィット感私すごく好きで、白履いてるんですけど、黄色出るって分かった瞬間にもう速攻お店に電話して予約しちゃいました。いやー、いい色ですね。届きましたよ。これもほんと軽くてね、フィット感もすごくいいんでね、重宝してます。めちゃめちゃいいスパイクです。こんな感じでね、ちょっと外周辺概要外見ちょっと紹介してますけども、はい、ここがね、ちょうどカンガルーレザーなんでね、すごく足なじみがいいんですけど、いやー、いい色ですね。届きましたよ。そう、このね、前足部がカンガルーレザーですね。そして後がね、人工皮革なんですけども、X フライ4に比べるとね、こうかかとのこのホールド感がやっぱり僕はこっちのプロの方が好きですね。X-Fly4 だとね、こう、ヒールカットがやっぱりついてるんで、よりね、ガチッとこう、固めてくれるんですけども、このね、ちょっとガチッと感が微妙に、僕の場合は、ガチッとされすぎで、もうちょっとこう、自由度が欲しいな、みたいな、余裕が欲しいな、みたいな感じで、プロの方がすごく僕は合ってますね。あと前足部の、このね、カンガルーレザーの位置、プロの方が広いんじゃないかなと思ったんですけど、あんま変わってないですね。あんまり変わってないんですけど、このね、ラストが、ちょっと X フライ4の方が先がシュッとなってる、細い印象なんで、ちょっとね、この辺のね、小指の当たりとか、あとかかとの感じが X フライ4を、もうちょっと緩和してくれるといいなっていう方にはね、めちゃめちゃおすすめです。あとね、何よりね、X フライ4も軽いんですけど、プロの方がめちゃめちゃ軽いです。この裏のね、ソール。ここのところもね、こう抜きになってるので、この分すごく軽量化されてますし、結構僕はここの先端のところの恩恵をね、受けてるなってプレイしてて感じます。こうやっぱ一歩目のダッシュがすごく早く感じるし、もうこれがあるんでこれを意識して使おうみたいなね、ところでプレイしてますね。まあ、あとこういいですね。シックスラインもこうラメでキタキタしてますし、あと今回もね、刺繍職人のギャラリー2渋谷店の野中店長に入れていただきましたけど、今回はビーバーマジック入れていただきました。何ぞのことやと思う方いると思うんですけど、私若かりし頃にですね、夢と魔法の王国でちょっと歌ったり踊ったりしてたこともありましたので、その時に出てたショーの名前がね、まさにビーバーマジックなんですけど、50を迎えまして、これからもね、ビバに、そしてマジカルにプレイをしていきたいなという思いを込めてですね、ビバマジックと入れさせていただきました。もう位置もね、色も指定させていただいて、もうさすが職人ですね。綺麗に入れていただいてます。すごく気に入ってまーす。はーい、こんな感じです。今回もね、シューレースを、ゼログライドに変えてね、水野さんのゼログライドに変えて、バッチリ乾燥してね、入っていきたいと思います。明日試合があるんで、ちょっと試合前のアップから履いてね、明日早速履いていいプレーをさせてもらいたいと思います。
で今回あの LE なんで、これあの専属限定なんですよね。なんでまあこれもちょっと1000分の1なんですけど、あのこんなね限定のねシューズケースもついてきます。これもついてくるんで、あすごいいいなっていう感じです。はい、こんな感じですね。これがついてきます。はい、LE タイトルでね、これにね収納しながらやっていきたいと思います。いやーめちゃめちゃ気に入ってます。ありがとうございます。ピボーマズーク。心と体でここからだ。心を磨いて末永く。水辺にボールがありました。体を鍛えて走ります。週末あるからさ、仕事も頑張れる。週末楽しみさ、ここからだ。新作スパイクコソコソチェック。週末サカオジは大事な仲間仲間。週末サカオジに大事な時間時間。俺たちここからだ。うん、最高。スパイクに合わせたウェアもチェック。週末サカオジは大事な仲間仲間。週末サカオジに大事な時間時間。俺たちここからだ。もう最高。新しいスパイク届いたぞ。履くの楽しみだな。行ってきます。